皆さんこんにちは、ゆきりんくトラベルです。早朝6時5分発のフライトでニューアークリバティ国際空港からデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港へ到着しました。ではまずデルタ航空のラウンジデルタスカイクラブへ入ります。空港内にデルタスカイクラブはいくつかあります。中には飛行機がラウンジ内から一望できるような眺めの良いラウンジがあったようなのですが、今回リサーチ不足でした。こちらはごく一般的なラウンジという感じがします。早朝から何も食べていなかったのでお腹が空いていました。オムレツにポテト、ソーセージ、マフィンとアメリカらしい食事をいただきます。デルタ航空275便東京羽田行きに搭乗します。この日は6月上旬でしたが、まだ5月29日のメモリアルデーの展示がありました。ではそろそろ搭乗ゲートへ向かいます。これから搭乗します。私の今回のフライトは 9C の座席でした。 A350-900 型機のデルタワンスイートは121の配列で32席あります。全席が通路側に面しています。この日ビジネスクラスは満席でしたが、隣の席とはスライドドアでプライバシーが保たれています。まずシャンパンをいただきます。
今回残念ながら私の座席 QC からは外の景色を見ることはできませんでした。そこで今回の動画では機内食の様子など機内サービスについて解説します。羽田からデトロイト空港までの往路の様子もぜひ合わせてご視聴ください。中央席の上には手荷物の収納棚がないので開放感がありますね。ありましたが、機内 Wi-Fi は全て有料の会社が多いですが、デルタ航空は一部アプリの送受信が無料となっています。2022年6月当時の話ですが、日本入国についてかなり丁寧な説明がありました。デトロイト羽田便のアメニティキットはトゥミのポーチでした。ポーチのカラーはいくつかありますが、今回私がいただいたのはグレーでした。内容は歯ブラシと歯磨きペースト、マウスウォッシュ、耳栓、ルラボのリップバーム、アイマスク、ボールペン、靴下です。ヘッドホンはノイズキャンセリング付きで耳が痛くなりにくいデザインです。おしぼりは行きのフライト同様厚手で爽やかな香りのものです。機内食がスタート、アミューズが運ばれてきました。日本茶もオーダーしました。和食メニューは行きの機内と同じようにミシュラン二つ星の上野紀夫シェフの監修のメニューです。フライトや季節によって変わりますので参考程度にご紹介します。行きの機内でも和食をオーダーしたので、今回は洋食にしようと思っていたのに、2週間ほどアメリカにいると結局和食が恋しくなってしまいました。前菜はそれぞれ小鉢に入っています。鴨胸肉のタスマニア産マスタードがけ、柚子風味のエビ、アスパラガスとマッシュルームのポン酢あえ、サーモンの西京焼き、切り干し大根、さつまいものごまドレッシング、たけのこのおかか醤油あえ、こちらの7品でした。主菜は醤油味のビーフショートリブ、ブロッコリー、玉ねぎ、ヤングコーン、ご飯、お漬物、お味噌汁でした。デザートはレモンタルトかアイスクリームサンデーの2種類から選べました。食事の後、機内がしばらく消灯されました。 13.5 時間以上のフライトなのでまだまだ先は長いですね。
しばらく眠りましたが、これから青汁やサプリメントを飲みます。そしてフライト中盤の時間帯のスナックもいただきます。私はハンバーガーが大好きなのですが、今回ブリオッシュバンズのチーズバーガートリュフ風味コールスロー添えをいただきました。ボリュームたっぷりです。バンズがサクサクでお肉もジューシーだったので選んで正解でした。ヘルシーに行きたい方は冷やしそば、わさびとネギ、流し付き、こちらを選ぶと良いと思います。ここからまだフライト時間は6時間以上あります。帰りのフライトではアメージングホテルズという世界のホテルを紹介する番組を何本か見ていました。到着前の食事は3種類ありました。一つはマスタードチキン、もう一つは卵白のオムレツ、そして私が選んだチアシード入りプディングです。そばとキヌアのグラノーラにラズベリー、ドライクランベリーとココの実が添えてあります。クロワッサンに添えられているバターはバナーバターというもので、バッチごとに搾乳しゆっくりと発酵させたバターです。ホルモン剤や調味料は一切加えられていないそうです。羽田空港に近づくとマスクの着用を促すアナウンスが流れます。無事、羽田東京国際空港へ着陸しました。この時はまだ入国前の72時間の PCR 検査が必要でしたが、マイ SOS が青色だったのでスムーズに空港から出ることができました。今回もフライト動画をご視聴いただきありがとうございました。これからニューヨークの街中やホテル、観光スポット、グルメなどいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらご視聴ください。素敵な空の旅になりますように。